皆さんこんにちは。こんにちは。昨日はね、ゼログインフィニティに、まあ、奇跡の勝利、ゼログインフィニティにスカーレット解消しましたけれどもね。今日はスカーレットです。昨日と同じパーティーです。私のお気に入り、コスト高だよ、うん、この特殊ダンジョン、レベル1からこう登っていくという特殊ダンジョンに挑むにふさわしいかい？ていうかもうそうだよな、闇バルがいてベジータがいる時点で闇の四つ消ししないで何をするんだって話やな、うん、昨日の動画の後で言うことでもないけど。スカーレット解消したやつな。スカーレット解消したやつ。全然スカートしてねえけど。いや、スカーレット解消したやつ。行くぜ。さあ今日は本番。これはちょっとね、昨日みたいなね、戦いはあまり私も望んでない、ね、昨日みたいな戦いは忘れたい。あ、マジ強えな、強えな、強えな。さあ、でもあ、忘れないよ、踏ん張るにゃ。これでさっき忘れてたけどね、これね、変換した方がいいと思います。同意、攻撃体制やに気が合うな、リオネル。私もそう思ってた。参ります。あの強化ドローが3つしかないんで気をつけてください、ね、やるね、今多分ね。いや大丈夫、私もちゃんと思ってた。あ、本当に。何回そんなね、同じ過ちばっかり起こさないで。これ完璧、闇の四つ消しに、もうパーフェクト来たよ。申し訳ないけど、あの二人にはもうお帰り願おう。お疲れ様でした。私のカイトの前になサイレントワルツしてるよ。お、こいつちょっと強いんじゃない？まあ強いからといって戦わない理由にはならないからな。行くぞ。カイト本当強いっすね。強いなあカイト。カイト強い。あと五個消しの快感、うん、やっぱり五個消したときに俺カイト使ってるって思うよね。すげえ強い。大丈夫、アセボケーション大丈夫っす。よし、ここは一旦ちょっとどうしようもないな。そうっすね、ちょっとですね、なんか不吉な感じするな。なるほどなるほど、これちょっと不吉だな。グラウンドエクスプロージョン27,514。すごい不吉な数字が見えてるな。ここはちょっと軽くおなぶり程度で、本当にあのおなぶり、ほらこれぐらいで闇入ってないし、ね、でもね、デンタクルエイジケージってやつやられるとバインドされるんですよ。何？カイトはバインドに弱い。あ、いいじゃん、よかったですね。これ倒しきれたらいいけどさ、ベジット不在で、ベジタベジタ倒しきれるかな。もうちょっとイチャつこうか。通常攻撃であればそんなでっかくないから、俺たちのバギーもいるし、ちょっとイチャつこうか。本当ですか。うん、ちょっと非常に不安だけど、ほらこれぐらいのイチャつきどう？うん、いいイチャつきでしょ。全然平気、うん、全然全然。ほら、おい、通常攻撃、あーいいっすね今の。もう一回イチャつくぞ。いや、え、ちょっ、これ突破、え、え、ちょ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 、回復して突破の、ベジット溶けるし、回復して突破の方が良かったんじゃないですか。いいっすか。え、ベジットさんがいないとあれ飛ばせないかなって。うわぁ、ひでぇ、ひでぶ、地球が終わった、ひで、世紀末だったな。あ、いや、思った以上にこいつ短期やな。短期でした。 HP 減らしすぎるとって言っててさ、そんな減らしすぎてないじゃん。もう一回いきます。俺を怒らせたな、スカーレットは。俺を怒らせた。参ります。スカーレットが怒らせたっていうか、もうスカーレットに出会ってそれいなかったけど。あっ、何？いや、なんだ、盤面があんま良くない。うん、良くない。さっきのグリモワールの名残が引きずってるかな。
過去を。過去を引きずってるな。その盤面過去を引きずる。いや安心しろ。ほら。うん。ほら。おう。ほら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 。ほら。ゴール来たー。完璧。乗ってますね。さようならベリア。よし。あ、また。バギバギバギ。ああ。踏ん張るにゃ。ファイナルフラッシュもあと3ターンか。これ4つ消しでいけるかな。4つ消しの奇跡を信じるか。え、マジっすか。無理か。いや無理だと思うな。レベルとか攻撃耐性やね。判断が早い。マイルローグダンジョンはね、結構ね落ち着いてというか、ほら、よかったよ、次死じゃなくて。よかった。大勢を思った以上に。なんでこいつらこんな硬いの。嘘でしょ。ただ闇ちょっと残したいよね。残したい、この次のために。そして消えるし。あ、綺麗な綺麗な落としになった。いや今色決まってなかった。今決まってなかったのかな。あ、わかった。火、きっと火だ。火ですよね。何年パズドラやってるんだパターン。俺たちは負けない。しょっぱいミスが命取りになるということを知りましたね。学んだ学んだ。さすがにもうね。さすがにだよ。どんなにグリモワールさんが強くてもさすがにもうやってらんないですよ。でこの後踏ん張るには使うよ。あ、勝てえなんか、うん、踏ん張るには安心しろ。俺たちは強い。どう。ほら、闇残し、うん、いい展開じゃない。いい振って振り方が、くそ、いい塩梅で闇を残したのに。ちょっと消しましょうか。うん、4つ消し。こんな感じでどう。うん、ほら、で、そこに闇が落ちてくんだよ。よーし、完璧。よっしゃ、あとあいつをぶっ倒すだけ。お、2-1出てきた。おー、ラッキー。行きまーすよ。2-2ターゲット。賢い、うん、リオナリ賢いな。IQ パズドラの称号を授けよう。本当に簡単に。そんな簡単に IQ パズドラを。怒られますよ。俺が IQ パズドラ。いった。え、書いたら今160万出てなかった。マジか。160万、気のせい。160万に見えた。16万だったら倒せないしな。まあだんだん調子に乗ってきたってことやな。いきます。バギー使ってる。よし、バギーチェック。よし、バギーチェック。よし。それほどまでに私は今のちょっとあれですね。あいつを恐れていた。何。いや、なんもないです。何。確かに、いや使わなくても大丈夫になったんじゃないかなと思ったんですけど、いやでも使った方がいい。このあのね、過去の経験上。そう、ここゲッシーは大丈夫。あのプラスあるから。おい、ちゃんと見てるから。よし、120万だ今カイトが。さあ、
村井さん、気をつけてください。木があれですよ。 OK OK ムッシュよし、あ、色が大丈夫。あ、でもまあ、あと2ターン。ただ、木が邪魔だ。木消しときましょう。うん、あ、早っ。あ、そうだ、読みが。よかった、気づけて、今。よし、行くぞ。水そしてバギ ー大丈夫、安心しろリオナリ、まだ諦めるの早い。俺たちはいつだって戦ってきただろ。確かに、いいセリフ。どんだけ気落ちとるね。これがアーセーボーイリューションの力か。ただ読みが OK、 カイトじゃないですか。そしてやばいよ、えバギーが触手攻撃、ランダムで2体を2ターン行動不能にする。かつ単発ダメージ 18,577。 バギーないんで無理っすね。カイト使うしかないっす。待ってくれ、カイトはヒーキー、あ、サイレントワッツ、ちょうどいい水が、はあ、サイレントワッツ頼む。よし、よし、えギリギリ。でもね、こいつの体力が235万、うん、防御ゼロ、うん、うん、攻撃耐性闇、これだよ、これだよ、リオナリ君。私が目指していたパズルは。ガンガン使いますね。ああ、もういつ死ぬかもわからないからね。常に全力で。後悔だけは残したくないと思ってるんだよ。いきます。はい。よし、王子がバインドな。よし、参る。さすがに行ったでしょ。これで行かなかったら泣くよ。よし、バギーの時だ。あー、やっと戻ってきた俺たちのバギー。なんでやねん。待って、どういうこと、どういうこと、どういうこと、え、面白い、先生が24000あんの。ちょっと待って、ちょっと待って、これランダム、ランダム、ランダム、ランダムだ。私今攻略ページでヘラウルズしか見てなかった。待って、そうだ、そうだ、ここランダムだ。これね、皆さん、バギーで、バギー 30%、35%、30%、30% かな、 30% 経験したときに 16,979 で満タンだったら耐えてた。バギーって言わな。もうダメだ、もうこの動画ダメだ。もう勝てないっすよ、死んだ。千年縛り、千年縛り、スカーレットに千年縛りされた。もう勝ってないこれ。皆さん、スカーレットに対するリベンジはまた今度やりましょう。この度ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。でもね、もう皆様ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったという方はぜひとも高評価を、またまだチャンネル登録がお済みではない方はぜひともチャンネル登録をよろしくお願いいたします。今流れている映像、
これは私たちが取り組んでいる映画の予告動画の撮影風景です。この映画は完成後このチャンネルで公開いたします。現在この映画は皆様から支援金を募っています。興味を持っていただける方はぜひ概要欄のリンクから飛べるクラウドファンディングのページをご覧ください。支援いただいた金額は全て映画の制作に充てさせていただきます。また金銭的な支援はできないけど映画は見たいとか応援したいという方はぜひ映画の予告編の動画に高評価をよろしくお願いいたします。支えになります。無謀な挑戦であることは十分理解しています。ですが私たちはやりきります。それでは最後に予告編をどうぞ。ニューヨークがやられてる。大変だ。シンガポールが。何が起こったんだ。これは凶悪なコンピューターウイルスの仕業です。なんだと。やばい、地球全体に広がっていくぞ。映画みたいにヒーローが助けてくんねえかな。主演マックス村井、人工知能にはインストール完了。マミルト、マックス頑張って。歌う生徒会長スプリングマン、そして野郎ども、おい任せろ。全力で悪に立ち向かい地球を救え。マックス・ザ・ムービー。赤いサイバーロード。